探検道は、日本の脇差しの審議、探検の用法等を研究、改良されて、大正10年に成立した探検術が、昭和53年に近代スポーツとして、競技武道化したもの。剣道のような防具を身につけて、短い市内を用いて打突し合う競技である。着剣していない状態の重剣探検道の稽古に、使用する木刀、市内明治新後に発足した。 大日本帝国陸軍はフランス陸軍から教官を招兵しフェンシングと西洋式の銃剣術を訓練した。明治20年フランス人教官が開国帰国するとフェンシングや西洋式の銃剣術を取りやめ日本の伝統的な剣術や創術をもとにした独自の剣術、銃剣術を制定する動きが起こった。その後第一次世界大戦において残酷戦で ナイフが役立ったことから探検術の研究も進められた。日本剣術のこだち術をもとに研究され、大正10年に探検術が制定された。探検術とは着剣していない状態の銃剣を用いる戦技である。昭和20年に敗戦すると日本軍は解体され、GHQ 指令により武道が禁止された。昭和十一年、全日本銃剣道連盟が発足し、 スポーツ武道としての、重剣道が、昭和53年、全日本重剣道連盟は探検道を導入して、普及を開始した。現在の探検道の技術や試合規則は剣道に、近いが、歴史的経緯から全日本剣道連盟ではなく、全日本重剣道連盟が統括している。一般の競技者もいるが、スポーツが盛んな大学でも、同好会や剣道部の位置活動など定調である。 銃剣道と同じく防衛大学校や自衛隊では盛んに行われており、大会参加者の大半が自衛官ということもある。実業団としては、アルサックの銃剣道部が大会に参加しており、有段者が在籍している。全長5 3 0ト、mm、ルの探検道用市内を用いる。本来、探検道のベースになっている30年式銃剣の 全長 512mm に対し 38mm ほど長くなっている理由は、剣道における日本剣道型での小立ちの方に用いる小立ち用木刀が全長 550mm になっているためである。なお、開発に際して30年式重剣をモデルにしたとされるイギリスの AM1907 バイオネットが、 全長5 5 0ミ、mm、リメートルであり、こちらの方が探検様用紙いとサイズ的には同じ。小立術と同じように入り見して相手を制しながら攻撃することが特色である。そのため、生体技という相手の手を制しながらの打突が認められているのが特色である。有効打突は面だ、喉と、銅と、小手打である。服装は剣道とほぼ同じであるが、 短い竹刀を使用し、右手に指の、指袋という防具をつける重剣道と違い、右手にカゴでをつけ、左手は何もつけないのが大きな違いである。探検道の試合は、重剣道と同じ10メートル四方の試合場の中で、探検道用の竹刀で行う。規則は以下の通りである。2001年から全日本探検道大会が開催されている。会場は、 1> 第1回は自衛隊体育学校、第2回以降は日本武道館である。全日本重建道連盟が段級くらを呼び称号を授与している初段5段までは都道府県での審査、6段以上は全国審査で年1回。ありがとうございます。